はい、どうも KB です。自宅で練習メニューその8日目ですよね。ですね、今日は普通に手順が右左右左っていう手順なんですが、全部総称コンプがつきます。右左右左で、まあアクセントが1個目と4個目っていう感じで、まあ実質本当にアクセントをつけるときっていうのは、まあ、フープ引っ掛けたりとかはするんですが、まあ、とりあえずは、フープもなしでやってもらいたいですね。ちょっとやってみまーす。っていうパターンなんですけど、これも、右、左、右、左、やったら左、右、左、右っていう感じでやってもらいたいですね。感じですね。うん、これがちょっと今まで出てきてもないので、全部フラムを打つっていうのは感覚的にちょっと慣れるまで、まあその右アクセント左アクセント、だからどっちが絶対に得意な方っていうのがあると思うので、できるだけ得意な方よりも不得意な方をよくやってもらって、でどっちもできるようにちょっと頑張ってもらいたいですね。以上です。